はい、どうも、GTです。今回ですね、コールオブデューティーブラックオプスの方をやってきたんですけれども、いきなりですね、ミラクルキルが起きますネタバレフラッググレネードでトリプルキルということでね、ちなみにですね、実は、この試合と次の試合はですね、ちょっと待って、なんかおかしい、あ、倍速 0.8 になってた。なんかどうも遅いなと思ったら申し訳ございませんというわけで、このままこのまま撮り直しめんどくさいからこのままお願いしますということで、この試合と次の試合の方ですね、実はシアターの方ではなく自家キャプチャーの方で撮って、動画の方をアップしようと思ったんですけど、キャプチャーしたファイルがですね、なぜか破損していて、再生することができなかったので、誠に申し訳ございませんが、シアターで後付け実況という形で動画を上げさせていただきます。それとですね、今回敵のチームにシャオさんという方がいました。シャオさんというのは、ヨウツベの動画の方で、結構かなり人気な、コールオブデューティの動画投稿者の方です。とても上手い方なんですよね。いやー、これはラッキーだということでまあ、動画のキャプチャーっていうか動画上げようということで、っていうか動画上げようとしたらシャオさんいたんですけどね、実はまあ、そういう方、そんな感じでね、できますんでお願いします。で、いろいろしばらく最近まだ、ね、動画を上げなかったのでいろいろ言うことがあるんですけれども、まずですね、最近コールオブデューティ4の方、クラン活動の方で忙しくて本当にってか正直4の方にハマってておかげやってないっていうのもあるんですが、まあ確かに他のゲームやる時間がないっていうのも結構あるんで、まあまあ、なんで、まあそんな感じで、コールオブデューティ4の方ばっかやってたんで、コールオブデューティシリーズ、ブラックオプスも、モダンスビーも、あまりやっていなくて、相当実力が下がっていました。この、特にこの試合、次の試合で痛感しました。いやー、本当にね、ここまで下手くそになるんですね。同じコットやってても、やっぱ、このゲームやんないと、ここまで下手くそになるかと。そこまで下手くそになってました。まあその感じで、まあまったりと見ていってください。でも相変わらずこのような壁抜きは健在です壁抜きは4の方で鍛えられてるんでね、大好きです壁抜きまあそのぐらいですね。それとですね、皆さんに実はお聞きしたいことというかアンケートの方を取りたくてですね、一つ、自分がですね、まあ、これは本音なんですけど、実況を撮るのがめんどくさいといや、めんどくさいというか撮る機会があんまりないから、なんていうんですかね、そのせいで動画投稿ペースも遅れてしまうというのが現状なんですよ。なので実況なしの、ただのプレイ動画ボアがいいという思いが実はあるんですね、自分に。なので、実況がついてた方がいいか、それとも実況ついてない方がいい、もしくは半々みたいな、まあ、そこら辺で何か誰かどれか3つのうちどれかコメントを残していただいたら、自分的にはとても嬉しいです。実況あった方がいい、実況なしがいい、半々、あともう一つお好きなようにまあこれでお願いします。で、相変わらずボロ負けしていますね。いやー、本当に下手くそだ。やっぱキャプチャー、この試合と次の試合の2試合はキャプチャーしながらやったんですけど、やっぱり自分キャプチャーしながらやるってのはやめますやめますとは言わないけど、コットではあんまりやらないようにします。やっぱり動作が重くなって本来の力が発揮できない、まあ言い訳ですねまあそういうような状態があるのでナイスナイフって最初実況した時は叫んでましたというわけで、今回はこれぐらいで終わりにしたい
思います。ではご視聴ありがとうございました。